すいません。お宅で購入したファックス5号機、紙詰まり起こしてるんですけど。紙詰まり？あ、それはすいません。ですね、ファックス取り出し口を外してですね、詰まった紙を取り出していただければ通常通り使えますと。いや、その紙ではなくてですね、紙が詰まってるんですよ。あ、紙ですか？紙ですよね。紙じゃなくて、紙です。紙ですよね。紙詰まり。それは、紙ですよね。私が言ってるのは、紙。髪の毛の髪です。髪の毛ですか？はい。髪が詰まってるんです。いや、うちは髪。いや、本当です。髪詰まりじゃなくて。本当です。髪の毛。燃える男の赤いトラクター。はい、どうも、おざます、こんにちは、スコバース、鎌首でございます。パラノイアク、死人の家に、すな！というね。パラノイアックの3回目ということで、前回から約1週間ほど間が空いてしまってるので、わぁびっくりした、もういきなりなんやの、もう誰ですか、ちょっと次どこ行けばいいのかって思ったんですけども、早速訪問者が来ました。お隣さんかな。こんにちは、三浦さん、何かご用ですか。実は知り合いからナシもらってたんですよ。一人じゃ食べきれないんで、よかったらいただいてもらえませんか。私、なし好きやないんすけどね。俺個人の意見で言われてもしゃあないか。ありがとうございます。私、なし大好きなんです。あ、そう。そりゃよかった。じゃあ、これどうぞ。で、なしや言うときながら、実は青リンゴでしたとか、ラフランスでしたって言うたら、もう三浦慎二さんには、夜な夜な、化け物が襲ってくるかもしれないな。高村美希が変装して。なしや言うたのにみたいな。そんなことええわ。高村さん、大丈夫ですか？なんか、顔色悪いですよ。そうですか？ひょっとして、具合が悪いんですか？病気のこともあるし、辛いんだったら、病院まで一緒に行きますよ。うぃ、誘ってる！いえ。病気って言っても、具合が悪いようなものじゃないので、違います。この人に、化け物のこと話しても、きっと信じてくれないよね。最近、ちょっと眠れなくて、寝不足なだけなんです。気になさらないでください。そうですか。いろいろ気疲れしてるんかもしれないですが、ゆっくり休んでくださいね。何か心配事があるなら、俺、相談乗りますから。いい、誘ってる。それじゃあ、失礼します。これ、絶対気があるな。三浦さんって、いい人だな。私の周りにあんな人いないや。これはあれですか？リア充爆破しろ、ルートみたいなのあるか？そろそろ晩ご飯用意しなきゃ。疲れたし、もう眠くなってきた。ああ、はは。かくれんぼタイムか。もうちょっと若干感覚抜けてるからな。頑張ろう。鬼ごっこプラスかくれんぼやからな。化け物一体何なのかわからないけど、出てくるのはいつも夜だわ。眠って、その隙に家に入ってきてるのかもしれない。今日は寝ないで起きていよう。まさにエルム街の悪夢のパターンみたいな。寝ずにいとこうみたいな感じに結局疲れてくたーっと寝てしまって、そこにフレディがジュージュンみたいな感じに襲ってくるみたいな。3日目か。本当に起きてんのかい。すごく眠い。でも今日は寝ちゃダメ。寝ないように歩き回ろう。歩き回れ。頑張れ。頑張れ。頑張るんや。ってここで歩き回ってもしゃあないよな。行ってからでも。ああ、怖え。もうこの夜中のトイレとかも、確実に怖いでしょ。でもどこに行きゃいいの？外に出てみました。まあ、出たところで何があるねっていう話でもですね。探索するしかないのかな。え？
めんどくさいな、探索やったら。怖い。怖いよ。もう、救って以来のこの恐怖。場面展開なのになんかちょっとビクッとしてしまった。夜中にピアノとか弾かれへんよ。弾いたらあかんよ。どうしたんやろ。忘れてた。鍵かかってること。もう！ブランクかかるとこういうことがあるから怖い。じゃあ続けてやれよって話ですけどね。そこもいかんのですよ。忙しい時もあるんで。怖い。なんで？ピアノが？ピアノか？な？こっちか？確かに、ピアノが鳴ってた。どういうこと？一人になるなんて考えられない。いや、結構意外と、もう毎回この、ドッグンってやつに。足が動かん。接着剤つけられてたか。掴まれてる。振り払う。振り払え。もうやめてよ。来ないで。いやいや。早いわ。もう。セーブしといてよかったけど、またあれ見なあかんのかよ！毎回毎回、もう、嫌や！おらーで、どうやって真っ赤やなぁ。よいしょ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 よしよしよし。そして、危ない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 。ここは、くそ。結構タイムラグあるんか、ここ。よし、それを活かして、どっか隠れば、ここ暖炉の中隠れてるか？さあ、どや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 もう久々のこの見つかったパターン。だとしたら、どっか、もう探すしかないか。他のところ、行け！もう、あはははは！早いねんってばもう3回目ですよ！もうエッチでもありましたよ！そして、しまったわ。もう5回目ですよ。ほらー、だんだんとあの骸骨の場面展開の目の方がちょっと可愛く見えてきたわ。青鬼の目みたいな感じに。そんなことどうでもいいね。やだー。さあどこで逃げるか。こっち。ちょっと待って。一回ちょっとシミュレーションしよう。
逃げるでしょ？こっち逃げる。で、ここダメやった。こっちは？ここどうやろ？これ、あ、タンスか、これ。よし！ここやな。オッケー。誰の部屋かわからんけど、なんか、わけのわからん部屋ね。あそこに行く。あそこに行こう。あそこに行こう。よし。6回目ですけど、もうここでちょっと勝負をつける。おらーおらーこんにちは！今日も元気そうだね！はさあ、まこまこ！こっちで、よし！おし！どや！どやさ！どやさ！ガッツポーズをさせてくれ！どうですか？もう、この、ややこの耳レイプ。早く。あっしゃー！スズメが泣いたー！は？朝か。もう、またタンスの中で寝てしもうたんやな。もう、いやこんなの、あっ、いいはずがない！あいつの手の感触、まだ足に残ってる。いやーなー、よく怖い話にある、足になんか誰かに引っ張られてるって言って、ねえ、で、こう、わっ、わっ、こう気づいて、大丈夫かって言ってね、大丈夫。ああなた何その足の跡、足首についてる、それみたいな感じで、パッと見たら、なんか強い力でつままれたように手の跡が残っていたんですみたいな感じの怖いね。でーとかね。ドド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 ン。稲川淳二か。気持ち悪い！お母さんに電話して家に帰ろう。こんなとこ住めるわけない。もう初めからそうしろ！本当にもう。やったら俺もここまでさ、もう叫んだりとかもうわーとか言ったりせんかったわ。あ、電話せよ、おかんに、ほんま。苦情の電話や。お母さん、落ちてるよね？え、その朝早いの？さあ、電話をかけました。もしもし、ミキ？なんなのよ、こんな朝っぱらから。ごめん。あ、俺、しばらくそっちに帰ってもいい？は？何バカ言ってんのよ、あんた。何かあったの？大したことじゃないんだけど、ちょっといろいろ問題があって、しばらくそっちに戻りたいの、お願い！無理に決まってるでしょ、今さら。何かあったら知らないこと、ダメよ！ひどい！親としてひどい！もうそこはあんたの家なんだから。この母親あれか、義理の母親と、娘に対する愛情がなさすぎやろ！朝っぱらくだらない電話、くだらないことで電話しないで。もうそれも、これもひどい。それじゃ。うわぁ、鬼や。ひどすぎる。やっぱりダメか。どうしたらいいんだろう。隣の三浦さんのところ行けばいいやん。三浦さん助けてくださいって。俺は私の体で払うんでって言って。行ったらやないか。よし、そのルートで行こう。三浦さん、なしくれた三浦さん、なしの代わりに今度は私をデザートにね。いい。って言うてる場合ちゃうな。あーんとにもうさあどこ行きゃいいんや。あそうやセーブ忘れてた。あがんがんが。また隠れもすんの嫌や。前髪が骸骨で見るのもう辛いね。もう喉も枯れますよ、そら、もう。さて、ほんまにあとどこ行きゃいいんや。こっち鍵かかってんねやろ。お！なんで3日目、じゃあ2日目の時にそこ気づかなかったんだ、ここにするしか。子供部屋か、これ。熊のぬいぐるみ。いやいやなぁ。ビスクドール。何やビスクドール。ウサギのぬいぐるみ。
これ、大丈夫やろな。精神的におかしくなってへんやろな。気持ち悪い人形とか。もう嫌やーなになに暗闇でなら光を見つけられると思っていた。でももう戻れなかった。押してくんなもう。はぁ、あ。あれ落ちてきたのはええけど、それだけかい。あれ何もアイテム手に入ってないけど、大丈夫よね。あれあれ何も進展が、これ、続かへんけど。うわ、和室は嫌だ。和室は嫌だ言うときながら、入りに行ってる俺って、意外とそういうの好きなのかな。攻撃を受けるのは、俺にとったらご褒美だぜみたいな。そういう意味やったら、ホラーゲームやることはある意味私にとってはご褒美なのかもしれないですね。怖がることは俺にとってはご褒美だぜみたいな。そんなこと言ったら勘違いされるからやめとこう。全然ご褒美でもなんでもないし、罰ゲームや、ほんとにもう。ゲームつくと楽しいイメージになるから、罰やああ、もう、どんだけ時間かけたと思っとんねん。はい、ということで、この部屋に入ってですね、どうやら、このスイッチをオンにして、ここをオフにする。すると電池つくらしいんですよね。で、スタンドライトが光ってるで、傘の部分に何か影が、鍵が付けられたのか、電気消さないと気づかないわね、ちゅうことで。これはセーブしまーす。作者さんの、なんか、その、コメント、返事のコメントに対する、なんか、それで見ました。よし！あー、また。また何かありそうで怖い。ヒニングが入っているっていうの、完全にもう、ゴムって言えや、風船ガム。ん？おメモがあるっていう、この言葉を見てなかった。ははは。深部中を覗くとき、深部中もまたこちらを覗いている。は？意味わかんねえ。ダブルベッドね。ギシギシアンアン部屋という場所。あのメモからすると、個人的になんですけど、おそらく井戸の中じゃないかな、深部地っていうから。ほら、あれ？井戸の内側、何か光ってる。鍵かな？おー、まあ、セーブしたから、もういいか。手を伸ばそう。ん？届きそうで、届かないな。届いた！うわ！え？まさかの？落ちたの？嘘？私落ちたの？上まであんなにある。あれじゃ登れるわけない。すいません！誰か近くにいませんか？いねえだろ。誰かへと。お前しかいなかったやないか、一人。やばい。どうしたらいいんだろう。ああ、ということで、まあ今日はもうここまでしとこう。じゃあ次回よろしくお願いします。以上、かまくびでした。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。お疲れ様でした。